岡田純一、死体昇格、俳優とガチすぎるブラジリアン柔術の日々の一方、同ジムパーカーバカ売れ木村拓也には卒業情報。俳優の岡田純一、43が5月8日に X、旧ツイッターを更新し、<ム>オラジリアン柔術ジムに、火曜玉木宏史、44の紫帯昇格を祝福したことが話題を呼んだが、 二人と同じジムに通っていたという木村拓也51の柔術年は冷めつつあるのかもしれない。5月8日、岡田は仲間の対象格。紫は戦士だ。青から村になるのが一つの目標に思う。本当に嬉しいやったね。了解をしてくれたので、去年共に戦いに行った写真を、というコメントとともに。 宿泊施設らしき場所でスパーリングを行う玉城の姿をアップした。岡田さんと玉城さんは、アラジリアン柔術家で指導者でもある橋本智之選手、31がヘッドインストラクターをしている道場に通っている格闘技仲間。その玉城さんが青帯から紫帯に昇格したんです。 ちなみに柔術をライフワークにしている岡田さんは死体の一つジョ去の茶体を習得しています。ワイドショー関係者。16歳以上を対象にしたブラジリアン柔術では、白帯、青帯、死体、茶体、黒帯。黒帯からは年数に応じて赤黒帯、赤白帯,赤帯、赤帯と変わっていくに分かれており、玉木が取得した死体は柔術の世界においてはインストラクターレベルと認識されている。<お>だ。 紫帯より上の茶帯はさらにレベルが違ってくる。格闘技関係者の間でも岡田さんはかなりのテレンデだと言われています。全道そんな岡田と玉木は2023年9月にアメリカラスベガスで開催された世界大会ワールドマスター柔術選手権2023に出場するなど、柔術に激ハマりしているようだ。岡田さんも玉木さんもプライベートレッスンではなく、 トップクラスの実力を持つ一般会員と一緒に練習しているほどだと言いますからね。特に岡田さんは毎日のように上級者と練習してから仕事に向かうような職の格闘家さながらの生活を送っているそうです。<ん> X にジムの仲間との写真をアップしたり、同じジムの支部に出稽古に行ったことを報告したりと、自身が通うジムを積極的に PR するように、 岡田さんはジムの顔にもなっています。で<し>、木村さんも岡田さん、玉木さんと同じジムに通い、プライベートレッスンを受けていたそうですが、ここ最近はジムに来なくなったと聞こえてきています。同2019年3月、木村が中国の SNS ウェーブに従術練習後に撮影したと思われる、道義姿の写真をアップしたことが話題だ。うん 2018年1月クールに放送されたドラマ BG 新編 K5 人テレビ朝日系のランニングシーンでは岡田、玉木、そして木村自身が火曜ジムの T シャツを着用していた。これを受け、柔術関係者の間では、玉クが柔術をやっているのかと噂になったという。ハードなアクションシーンも BG の見どころの一つだったが、木村は一時期、 ウェーボに柔術練習後の写真を頻繁に投稿していたほか、2019年1月にノンストップ。フジテレビ系に出演した際には、その年の抱負として、柔術を続けること、とも話していた。木村さんは2017年12月に、フライデー講談社のアポなしインタビューに応じていましたが、その際にもジムのロゴ入りパーカーを着ていました。 そのパーカーは木村さんが着ていたということもあり、爆売れしたと言います。しかし、それほど柔術に熱を上げていた木村さんですが、最近はジムに姿を見せないそう。ドラマや映画など、過密なスケジュールをこなしていますから、柔術に避ける時間が確保できないのかもしれませんね。前室のワイドショー関係者。既存の主演ドラマ、ビリーブくにかける橋テレビ朝日系。 はは月20日にに最終回を迎えたばかり今東にはグランメゾン東京 TBS 系のスペシャルドラマの放送と映画グランメゾンパリの公開も控えているグランメゾンパリはフランスパリでの撮影もありましたからね木村さんスタを除くと結構な長い期間パリに行っていた模様ですさらに8月14日にはサードアルバム CU z e もリリース予定 コンサートの開催もありそうですし、冬に向けてドラマと映画の番宣稼働もある。なかなかジムに行く暇がなかったのかもしれませんし、今後も忙しそうですね。ただ、一時期はかなり熱心に取り組んでいた柔術の練習をしたという報告がめっきりなくなり、あまりにも熱い岡田さんと比べられ、ブームだったのかなファッション的といった指摘の声も上がっていますね。まあ、 毎日のようにジムに行ってスパーリングをし、世界大会で頂点を目指すガチ中のガチの岡田さんが凄す,すぎるとも言えるのでしょうが、全度、旧ジャニーズ事務所の先輩後輩関係にある木村と岡田だが、柔術では岡田が遥か前を走り続けているようだ。岡田と玉木のツーショットに素敵だな。いいツーショットですね。同情仲間ですね。 玉木くんとお食事いいね楽しそうで良い笑顔雰囲気も似てるよねといったコメントが寄せられた。